イタリアトリノ出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位はシングルス23位、ダブルス132位。これまでに ATP ツアーでシングルス2勝を挙げている。ダブルスでは1勝。身長191センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。イタリアのトリノに生まれる。父ジョルジオソネゴと コーチギポアルピノに勧められ11歳からテニスを始める。トリノ FC のファンであり、テニスに専念するまでの6歳から13歳まで、ザ・トリノユースアカデミーでプレーする。2016年3月イタリアンオープンでワイルドカードにより ATP ツアーのデビューを果たすが、1回戦目でジョアン・サウザに敗れる。2017年10月2017スパルカス戦。 ATP チャレンジャー決勝でティムプッツを破り、チャレンジャー大会で初の優勝を果たす。2018年全豪オープンでグランドスラムデビューを果たす。1回戦目でロビン・ハーセに勝ち、2回戦目はリシャール・ガスケに敗れる。2019年モンテカルロマスターズでは予選から勝ち上がりベスト8進出。準々決勝でルシャン・ラヨビッチに敗れた。 アンタルやオープン決勝で、身を見るケツマノビッチを67、76、61で破り ATP ツアー初優勝を果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。